シンでーす。ケイスイでーす。ユイトです。トッキーでーす。はい、ということで、先日僕たち沖縄に行ってきたんですけども、はい、その際にシーサーを作ってまいりました。はい、はい、シーサー作りました。はい、ということで、VTR、ダブロー、サマッチャーさん、サイハイサイ、ヤッホー、ヤッホー、メソレー、メソレー、ヤッホー、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ということで、はい、来ましたね。沖縄3日目。3日目、はい、今日来たのは作るみたいなんで、こちらエンジョイ工房さんにやってまいりました。エンジョイ工房、エンジョイ工房、イエーイ。お父さんお母さんに奉公しないやつらマジ最高。レイゴー、シーサーをみんなで作りたいと思います。行きましょう。レイゴー、レイゴー、行きます。誰が一番上手かっていうのを当ててもらおうと思います。あと誰がどれを作ったか当ててもらおうと思います。お楽しみに。はい、というわけでみんなで作ってきたわけですけれども、はい、どうでした？できました？ちゃんとできた。いや、できましたよ。まあ、できた。いや、できましたね。結構個性が、本当のシーサー。いや、もうやばい、腰が痛い、ね、腰痛い。ちょっと俺最後にできたからみんなのあんま見れてない。初期に勝つかったな。だいぶで個性が出てるじゃないですか。そうだね、出てます。はい、久々に集中したんで作る。そうですね。無言でやってたね。無言だったよ。俺も10分ぐらい息止めてた。それは見えない。怖っ。はい、というわけでですね、はい、あとはちょっと焼き上がったら色をつけていきますので、あの、仲間にするんだね。俺たちの仲間。もう少しで、あの、仲間ができるので、はい、楽しみにしてください。はい、しみに。はい、いや、思った以上にいいですね。僕のはね、あの、とても愛嬌のある作品になっていると思います。この感じはですね、唯一無二な感じなので、物が一番可愛いだけに色塗りが大事になってくると思います。匠の意見ですね。はい、もうやっぱ、あの、愛嬌とか、あの、もうできてない人の意見をほっときましょう。はい。はい、僕はですね、沖縄ならではの、まあちょっと色は言えないですけど、ならではの髪色はヒントになります。髪色は、全く関係ないですね。やっていきます。はい、ということで終了しました。だいぶね、いい作品ができたんじゃないでしょうか。これは後でお見せすると思いますけど、お楽しみに。今もう色塗り終わって完成して、今写真撮ってます。初めての体験でちょっと集中しすぎたんですけど、自分の個性が出たかなと。ちょっと見てもらったら分かると思います。もう個性爆発します。じゃあ、はい、ということで、僕のシーサー鈴木が完成しました。形も色も完璧なんじゃないでしょうか。一応狙っていきたいと思います。僕の田中はですね、あの、やっぱみんなと違うちょっとアーティスティックな作品になってると思うので、あの、それが僕の作品ってことです。はい、ありがとうございました。僕の作品はですね、やっぱり見た目より中身をテーマにしました。なので、まあ、そのフィーリングで、その作品から出てくるオーラだったりとか気持ちっていうものをもらえるといいかもしれないです。はい、お疲れ様でした。レイチャーさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。で、昨日なんですけど、実は他のメンバー何やってたかというと、あの、はい、シーサー作りに行ってました。今目の前に箱あると思うんですけど、ね、他のメンバー5人が、はい、渾身のシーサーを作ってきました。本日は、シーサー誰が作ったか当てよう、はい、コーナー。はい。
はい、というわけで本日は誰がどのシーサーを作ったか当ててほしいのと、はい、あとは個人的な主観で結構ですので1位から5位までを決めていただきたいなと思ってます、はい、じゃあ早速やっていきたいかなと思うんですけど、はい、まあ好きな箱から開けていただいて初見を見て感想などいただきたいなと思いますので、じゃあ早速開けてみましょうか。そうですね、こちらからちょっと、はい、開けますね。はい。これはなんか妖怪ウォッチで見たことありますね。じゃあですね、はい、はい、どうですかそのシーサー。まあでもまあ1個目なんでなんとまだ比べようがないんですけど、思ってたクオリティとどうですか。あ、でも思ってるよりは上手ですね。なるほど、はい、まあでかわいいですねこれは。おー、なるほど。じゃあ2番目の箱、はい。2個目こちらですね。はい、これはあれかな、セサミストリートのやつかな。ちょっとあの目とか歯とかちょっとなんか色塗り忘れたんかなって感じですねこれ。ちょっとなんか雑さが見えますね。ちょっとなんかどっかの忘れ物が多い人の可能性が。なるほど、はい。今2つ開けてみてどうでしょう、なんとなく誰が作ったか、この二つを見て。あー、まあちょっとまだなんとも言えませんか、ね、はい、またちょっと色塗り忘れの人がいそうなんで。とりあえずじゃあ2個目はこんな感じです。はい、実は、はい、時間なくて結構、はい、色を絞ってるっていう人たちが多分そういう形になってるんですよね。あー、なるほど。なんでまあ忘れてる人もいれば、うん、あえて塗ってない人もいるっていう感じですかね。うわ、これどっちだろう。予想では、ゆいとくんかゆうだいくんかなーって感じですね。なるほど。はい。じゃあ、早速次行ってみましょう。じゃあ、三番目。はい。ああ、おお、すごいすごい。え、これクオリティ高っ。え、めっちゃクオリティ高いです。三つ目これです。後ろもしっかりなんか尻尾もこだわってて。これ多分、一番上手ですね。カラーリングも。もう好みということで、はい、これは好みですね。へえ、かわいいこれ。まあ今3つの中では1位候補なんじゃないかっていう、ね、そうですね、3つの中だったらクオリティが高い気がします。なるほど、はい、はい、まあこんな感じで 4つ目いきます。4つ目、毒々しいですね、カラーリングが急に。急にこん中だとちょっと毒々しいですね。ちょっと、そうですね。まあ、なんか。ちなみに、それは緑の化け物って、巷では噂になってますよね。はい、これはちょっとどうだろう。なんか、ボケ狙いをした人なのかなって思いますね。やっぱちょっとそのボケ狙いするってなると、割とちょっと人物限られるんで、まあ、なんとなく目星はつきますね、これは。はい。はい、じゃあ最後、一番大きい箱ですけど。はい。ちょっとこれが一番楽しみですね。いやもう雑すぎでしょこれ。これやばいよマジで。はい、じゃあ一番最後はこれですね。それなんですかね。これはもうこれシーサーじゃない。これはやばい本当に。マジもう一回行った方がいいですこれは。これダメですねこれは。これはなんかちょっと不評ですね、はい、これ最下位です、ね、これはもう圧倒的にやばいですよ。じゃあちょっと並べていって、見ていただいて、はい、どうでしょうね。なんか、よしよしをなんとなく見せてもらえたら。はい、まあ、圧倒的に最下位なのはこれなんですけど。もうそれ決定ですかね。これは決定です。そうですね。一番うまいのはこれですね。一番これが目的に。じゃあちょっと順位順に並べてみましょうか。じゃあ、そうですね。じゃあ1位をこっちにしますね。はい、1位を。じゃあ1位はこれです。はい。これが一番いいですね。2位は、これですね。3位なぁ。うわぁ。塗り忘れか、このなんか毒々しいボケ狙いのやつか、ちょっと悩むな。まぁ、ちょっとボケ狙いしてったんで、ちょっと評価を。こんな感じで。これはもう後ろでいいです。これはもう後ろでいいです。2列目で。はい。これはもう、あんまお見せできないんで、ちょっとここモザイクかけます。なるほど。はい、その作ったメンバーは、今回撮影してる PV でも、まあ、はい、後ろの方でいいかなぐらいの、はい、彼はちょっとハケですね。今回ちょっと撮影には参加できなかったってことで、まあまだ一応かぶりで映ってはいるんで。まあじゃあ順位の方今なんとなく決めていただいたと思うんですけども、はい、実はそのさっき先ほど言ったように、はい、誰がどのシーサーを作ったかを当ててもらいたいなっていうところが本題なんですけど、はい、予想を発表してください。これはまあその1位の
シーサーは、まあ、結構多分あの図工の授業とかちゃんとしっかり受けてたんだなと思って、ちょっと多分こういう創作が得意な人、なるほど、ちょっとクリエイティブな人だと思うんで、はい、まあ、その中だとまず剣くんではない気がしててつい最近までゆいとくんはすごい、まあ、創作とか得意かなと思ってたんですけど、こうきくんのバースデーの時にあのケーキのカットがちょっと残念だったりちょっといろいろ残念な部分が見えて、実は意外と不器用なんじゃないかなと思って。なるほど。で現在の予想はこうきくんかけいすいな気がしてて、はい、今現状2位、はい、2位、はい、こちらですね。予想ではどっちかが雄大くんでどっちかがゆいとくんだと思ってます。で性格で言うと多分、まあ、ちょっと真面目で忘れ物が多い雄大くんがその色塗り忘れたって感じでこれでで、ちゃんと形は綺麗に頑張って作るけど雑さの出るゆいとくんの感じがこっちなんで、そうしましょう。こっちが雄大くんでこっちがゆいとくんです。はい、僕の予想では、はい、これは多分剣くんですこれ多分剣くんだと思います。もう1位と何のやつか分かんないやつですねこの青しかなかったんですか、ね、何なのこれ、ケースになのかな、自分の髪色なわけないか。あ、なるほど、髪の毛今青ですね、はい、どうだろう。でもコウキくんとケースイこんな下手なやつ作るかなこんなこれだってって、どう思います？シーサーに見えます？これ。これ多分幼稚園児の方が多分上手いっすよ。そうっすね。うわぁ、悩みだなぁ。決めました。はい。じゃあ、ちょっと発表していきましょうかね。どんだけメンバーのことを理解するかっていうところですかね。それ言われちゃうとあれだなぁ。うわぁ、なんちゅうもん作ったんだよ、これ、ほんとに。ちゃんと塗れよ。決意は決まりましたかね。はい。はい。じゃあ、絶対的に自信があるもの。絶対的に自信あるのは、これですね。剣くん。なるほど。はい。じゃあ、それは真ん中に置いといていただいて。はい。じゃあ、次に自信あるのは、意外性にかけてこれを雄大くんです。雄大くん。2位の雄大くん。はい。3位の剣くん。はい。で、4位のゆいとくん。こいつらなんですよね。うわ、マジ難しいな。いずれにしても5位にしちゃった人、ごめんなさいと思います。じゃあ、決めました。はい。これは、肌の色がこうきくんになって、こうきくんで。で、これが髪色がケースイなんで、ケースイです。はい。ケースイごめん。一歩後ろに引きましょうか。はい。第1位は、第1位は、はい。こうきくんです。2位が、これの、ゆうだいくんですね。ゆうだい。3位が、この、ちょっとふざけたカラーリングのつるぎくんです。はい。4位が、このちょっと色を塗り忘れなのかわかんないですけど、雑さの見えるゆいとくんです。で5位が、あ、これはあくまで推測なんで別に決めつけたわけじゃないですけど、多分あのカラーリング的にケースイかなみたいなケースイ、でもケースイこんな下手かな。ケースイちゃんとなんか作れそうな気がするけどな。はい、はい、結果発表ー、はい、うわー、ケースイごめん。ケースイごめん。多分、わかんない。はい。ちょ、不安になってきた。じゃあ、まず3位。はい。3位の、はい、つるぎくん。一番自信あるって言ってた。正解は、つるぎでしたー。やったー、イエーイやったー。やっぱ仲いいんで。なんとなくわかりました。はい。次、ここか、ここら辺ですね。そしたら、どっちがいいんですか？じゃあ、こっちですね。はい。じゃあ、2位の、雄大くん。はい。はい。結果は？雄大でーす！やったー、やったー、すげー、すごいですね。すごい、すごい、すごい、すごい。やっぱ分かってるわ。やっぱメンバーのこと分かってるわ。じゃあ、残る3つ。はい。じゃあ、次だったこれ。まあでも一応、じゃあ。はい、4位のゆいとくん。ゆいと予想。はい。正解は、ケースイでした。うわぁ待って、お、マジで。ケースイごめん。ちょっと初の間違いですけど、どうですか？まあ、そんな気はしたんすよ。そんな気はしてて、ケースイこんな雑かなと思って。でもなんかメンバーの特徴的に、なんかその雑さ、あの雑さで言ったらそうか、雑か、こいつが一番。いや、でもなんか、ゆいとくんな、
作れそうな気がしてたからな、ちゃんと。じゃあまあ一応外しちゃいました。残念ながら外れということで、はい、ケースイごめんな。でこれがケースイだった、はい、じゃあ残るはゆいとくんとこうきくんですね、はい、じゃあ、まあ、こいつは外れなんで、じゃあ、 あの次に、はい、じゃあ1位のこうきくん予想です。はい、はい、正解ははいゆいとでした。おい、こうき。おい、こうき。ふざけんな、しまうぞ。こいつは箱にしまいましょう。5位はこうきですね。こいつはしまいます。はい。ちょっとお見苦しいね、これは。というわけで、どうでした、はい、そうですね。でも、ちゃんと特徴捉えてましたね。ここはもう、性格がもう出てました。まぁ、あ、ちょっとわかんなかったですね。まあ、やっぱ、そうだとは思ったんですよ。まぁ、ケースイにしても、ゆいとくんにしても、はい、そこまでなんか下手なことしないっていうか、作るんだったらちゃんと作りそうなのって。ちなみに、スタッフの間では、はい、その二つはすごい上手いんじゃないかって他のメンバーの皆さんも言ってます、ね。うん。でも形は本当に、綺麗です。綺麗ですね。マジかというわけで、正解は2つのみということで。はい、そうですね。はい。こうきくんには残念ですね。まあ、こうきくんはあれだとして、ケースごめんな。ケースのこと、そう、本当にな、別に雑だと思ってなくて、憶測で、カラリン的ね。はい、以上、シュウイさん、デュオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。まあでも確かに。凝ってんね。確かに形は凝ってるわ。じゃ、カラリングの雑さが異常すぎてさ。残り時間マジ少なかったのかなと思って、これ。あ、でもなんか、すごい特徴はあったわ。なんか、なんか後期一回それ全身白にしてたの。うん、うん。俺の目の前で。うん。そっからまた違う色塗りはなんか見えたって言ってる。うん、見えた。言い訳していい、うん、言い訳していい、うん、グラデーションにしようと思ったよ。そうそうそう。あ、そうなのね。そう。で、うん、普通にシーサー作ってももったいないなと思ったの。みんな同じだったから、うん。だから、個性出していこうとして、間違えた。間違えた方が。着地点が。結構、こうきくん、僕の中では高く評価してたのに、全然最下位。天と地の差が。天と地の差が。やっぱ色塗んなかったらワンチャン1位だった。ワンチャン1位。ワンチャン1位だった、本当に。はい、はい、ということで、どうでしたでしょうか。面白かったですか。楽しんでいただけましたか。個性溢れてたでしょう。はい、ということで、オープニング別撮りやないかいって気づいた皆さんもいると思うんですけども、もちろん別撮りでございます。もちろん別撮りです。そう、気になったと思うんですけど、この T シャツ、うん、僕たちみんながね、着てる。そう、これカメラのやつな。うん、この T シャツなんやねんこれという、うん、話多分ね、こそこそやってたと思うんですけども。何ですかこれ。これはですね、ちょっと待って、その前にですね、僕たち沖縄行ってきたじゃないですか。そうですね、行ってきましたよ。撮影もたくさんしたじゃないですか、うん、でそれぞれね、チェキを撮ってきてもらったと思うんですよ。はい、あれたくさん撮りました。はい、はい、そのチェキをですね、一人何枚かよくわかんないですけども、たくさん撮りました、とりあえず。なのでですね、そのチェキをですね、沖縄チェキを販売させていただきます。よいしょー、あー、やった。はい、そしてですね、そのチェキをですね、ご購入していただいた方に抽選で、なんとこの動画に関しては僕とこうきとケースイ、この3人のこの T シャツ、はい、沖縄でたくさん来ましたね。移動中とか、はい、寝る前とか、寝てる時とか、来ましたよ。ボール遊びした時とか、海に入った時とか、ね、はい、たくさん来ました。僕たちのもうムンムンのT シャツを、サイン付きでですね、はい、抽選で当たった方に、プレゼントしたいと思います。いやー、ですので、ぜひですね、下の概要欄の方で、チェキご購入できますので、ぜひ買ってください。ぜひたくさん買ってくださいね。当ててください。 T シャツ当ててね、俺の当ててね。はい、ということで沖縄シーサー編でした。バイバーイ。バイバーイ。